こういうことをなぜやろうと思ったのかっていう自分の欲望の部分をもう少しをちょっとお話しできればいいかなというふうに、ちょっと最後、自分の、話をできればいいかなと思います。現代アートという分野を中心に活動していますと。で、特に先ほどもご紹介に預かりましたが、シブハウスっていうものとか、あるいは批評誌のアーギュメンツっていうもの、あるいは展覧会、いくつかの展覧会、あるいは演劇、あるいは会社っていうものを、まあ、僕はやっています。で、それぞれどういうことをやってるかっていうのを最後にちょっと、ざっくりお話をして、まずシブハウス、ちょっとね、Google を貼った方が早いというふうに思ったので、まあ、これがシブハウスっていうふうに、まあ、Google で検索していただけるといろいろ出てくるんですが、ちょっと見せた方が早いかなと思っています。で、まあ、このインタビューが割と上の方に上がってきているので、まあ、言いやすいかなと思うんですけど、まあ、才能のない人が集まりクリエイティブな結果を生み出すっていうふうに書かれていますが、僕はもともとですね、2006年から2008年ぐらいにかけて、教育系の研究所にいて、でその教育系の研究所っていうのは何をやってたかっていうと、中学生を1学年預かって、2泊3日で合宿をさせて、その間にプレゼンテーションをチーム分けして作らせて、でそのチーム分けして作らせたプレゼンテーションをそれぞれに、評価させるっていうような教育プログラムをやってたんですね。で、まあ、今でいう、アクティブラーニングって呼ばれるような、ものの一環なんですけれども、何をやっているかというと、まあそこで、そのプロジェクトは、日能研という、会社とホンダ車のホンダっていう会社の、相互で行われている教育プログラムなんですけど、ホンダは、モテギっていうところにツインリンクモテギという、まあ車のレース場を持ってるんですね。で、そこに中学生を1学年連れていくと、みんな思い思いに、気になったものっていうものを探してきて、で、その気になったものについて調べて、で、その調べたものについてプレゼンテーションを作るっていう立て付けになってるんです。ただ、やっぱりこれって、実はすごく難しくって、まあ当然こう、中学生になったばっかりとか、あるいは中学3年生ぐらいだとしても、まあ、まだ13歳、14歳、15歳とかそれぐらいの年齢なんで、勝手にこう言ったら単に旅行で終わってしまうと。で、旅行で終わってしまうと教育プログラムにならないので、そこで、まあ、生徒たちがより興味を持ちやすいとか、あるいはこういう方向に行ったらいいんじゃないかみたいな発見を一緒にやるっていうことですね。で、それはだから、ここでは才能がない人っていうことを書いてあるんですけれども、まあ、ここの中でも言っているんですけれども、何かを生み出したいとは思っていても、何を生み出そうっていう、つまり自分の欲望っていうものにまだ気づいていない人っていうのが、まあ、家に住むと。で、集団で住んでいると、日々喧嘩が起きたりとか、あるいは、なんだ、何か自分にとって刺激的な体験、あるいはすごい、辛いこととか悲しいこともあるかもしれないし、楽しいこととかっていうのもあるかもしれない。で、その中で自分の欲望っていうものを発見すると、その発見した欲望に従って何かものを作ったりするわけですね。これはだから、その当時、教育プログラムで生徒に対してやっていることっていうのと、まあ、家の中でやっていることっていうのは同じです。で、まあ、それをどんどんやっていくと、最終的にどうなるかというと、そこで発見した欲望を使って、自分なりに社会を作ろうとするわけですね。で、その自分なりに社会を作ろうとするっていうことをやっていくと、まあ、最終的に、シブハウスっていう家からいろいろなプロジェクトっていうものが生まれてきて、クリエイティブな結果っていうものが生み出されていくみたいなプロジェクトをやっていました。で、これがまあ一番もともとの、シブハウスなんですけど、まあ写真を見てもらうと分かるように、とにかく人が多くてですね、で、まあ割とこう喧嘩とかもするし、まあ今で言うと本当そうですね、なんかこう男女問題であるとかそういうものもすごくたくさん起きるわけですけど、まあ、その中で結果的になんか欲望を見つけた人っていうものが、その欲望に従ってというわけではないけれども、その発見した欲望を使って自分なりに社会との接点を見つけていくっていうようなことを、まあ、やっていくっていうようなプロジェクトになっていました。はい。
で、まあ、本当にもうこれは、2008年からやっていて、で、まあ、設立がまあ僕なんですけれども、もう十数年ぐらいやっていて、今はでも実際に物件自体はなくなってしまっていて、なくなってしまっていてというわけではないんだけれども、4つぐらい今同時に物件があるみたいな状態になっていて、で、それはとちょっとなんかいろいろな要因があって、一個大きな、一番メインの物件というものを、解約して、小さい物件いくつかに分かれたっていうような状態になっています。で、そこから会社っていうものができたりしています。で、なので、ちょっとその辺含めてシバハスっていうものはちょっと Google で検索して、いろいろなんか、はあ、こんなことをやっていたんだなっていうふうに思っていただければと思います。この最強シェアハウスとか書いてありますけど、はい。